はい、トールです。無職転生後は、お嬢様と暴力の感想を共有したいと思います。こちらですね、アニメのみの視点で話をしていくっていうものになりますので、まあ勝手な感想と考察っていうものを、共有する内容というふうになりますので、まあコメントの方でネタバレにつながる可能性のね、あるものに関してはご遠慮いただければと思います。で、まあもちろんネタバレの意図はないんやけど、まあアニメ視聴ね、から読み取れるもの、以外のね、まあ原作視点とかですね、そういったものを持ってコメントされたい場合は、注意事項確認の上 YouTube の方に、お願いできたらというふうに思います。はい。まあネタバレがね、苦手な人とかですね、まあその原作のね、細かいところとかなくても楽しんでいきたいよっていうふうに思ってる人でも、まあ安心してね、気楽にこう感想とかを投げてもらえるような、感じで動画作っていますので、まあ原作ファンの方に関してはですね、まあなるほど、アニメ視聴者はこう思うんやなぐらいのね、温かい目でね、見守っていただけると、助かりますね。はい。まあ正しい解説とか補足を、目指すものではないっていうことなんでね、まあそれでも、お付き合いいただける方はよろしくお願いします。はい、そんな感じで、今回のストーリーではあったんですけど、まあストーリーとしては、まあ馬車で移動した後に、まあフィリップの家に行ってですね、まあ新しい出会いがありましたって、そういうことだと思います。で、まあ、ちょっとルディがね、策略を考えてアクシデントもあってっていうね、まあそここうイベントもありつつもですね、情報が見えてくるっていう回ではありましたが、とはいえですね、まあ作品のね、テイストとしてはだいぶ調子が変わった回かなと、自分は思いましたね。なんか今までやっていた、形のねシナリオとは違うっていうところだとか、まあ新しいね場所にね、行ったのにね、新しい街に着いたら普通こういうとこ書くよねっていうところもね書かれていなかったりっていうところで、結構こう演出的な部分、シナリオ的な部分で今までと違った、作り方をされてるなっていうふうにはちょっと思いましたね。はい、まあ感想としましては、まあ貴族のね、雅な生活っていうところをね、感じれたのが良かったですね。まあ今までは言ったら本当に家の中とかね、村の様子ぐらいしかわからなかったんですけど、今回はいろんなところがね見えて、しかもですね、まあ言ったらこうかなりの、位の高い貴族のね、生活が見られたっていうところですね。なんか文化レベルとかですね、そういったものを、まあ推し量るにはちょうどいいね、材料だったんじゃないかと思いますね。まあポイントとしてはもう最初のね馬車のシーンからねそうではあったんですけど、まあそもそも馬車がね高級品であることはね、分かっていたと思うんですが、まあまあ貴族のねやり取りっていうところでは、面白いなと思ったのが、まあ、パウロがね結構達筆で、ちゃんと文字を書けるって、ね、やはりこうパウロがね今回ね貴族の教育をちゃんと受けていたことがね、分かりましたね。はい、なかなかこうパウロ結構できるやつやったっていうね、そういうところだと思いますが、まあ馬車のシーンにおいて一番自分がね注目したいのはここですかね。はい、まあお分かりでしょうかね、これね、馬車の中のシーンなのに飲み物がね置いてあるっていうとこですね。はい、水差し代わりのね、壺とコップが置いてあるんですよね。で、これって馬車の中にしては珍しいと思うんですよね。馬車の中でこんな飲み物飲む習慣そんなにないというか、馬車って結構珍しくて揺れるものだと思うんですけど、魔法のある世界においては馬車の中は揺れないみたいな、そういった魔法とかですね、結界、それから、こぼれないためのテーブルとかコップとか、そういうね力が働いているものもあるとは思うんですけど、まあ少なくとも馬車はね結構ねガタゴトと揺れていたんですよ、今回の、ね、話の中では。そういう意味で考えるとですね、結構こう珍しいことですね、馬車の中で飲み物をたしなむって、普通はこうねこぼしやすかったり飲みにくかったりするけど、それでもテーブルがあってねコップを置いているっていうところは、まあ、もしかしたらこう貴族の見栄とかですね、ちゃんとこうそれ用のねコップを用意していることがですね、一つのステータスになっているのかなっていうふうにちょっとね思いましたね。はい、まあ馬車のね様子っていうのもなかなかこうな横に長いね、馬車で豪華なところですよね。荷物を乗せるようなところもないんでね、なかなか贅沢なね馬車だなと思いましたね。はい、馬も2匹いますから。まあ他にもまあさらさら見ていくとですね、まあ貴族のですね、まあ豪華なね家ですよね。はい、まあメイドさんに関しては僕はよくわからないんでね、わかる方に教えていただいたらと思いますが、こうやってちゃんとこう寝やすいためにですね、快適な睡眠のために枕を2つ用意してくれてるところとかですね、窓枠がやたらとこう
まあ言ったらこうステンドグラスみたいに、凝っている部分とかですよね。はい、お金持っているところのね、文化って感じですね。これ多分照明関係のものやと思うんですけど、火を灯すのかな、このあたり多分ね、今後夜のシーンとか出てきたら、使われてそうな感じがするんでね、こういうのをこう楽しみに待っとくのもいいですね。5年間過ごすわけですから夜のシーン出てくるんじゃないでしょうか。そういったところもね、いろいろ惚れてですね、なかなか面白かったです。まあ、自分が特にこう注目したというか、面白いなと思ったところで言うとですね、これですよね。はい、コップにですね、お酒ではないかなとは思うんですけどね、何かね、ジュース的なものを注いでもらってるんですけど、ちゃんとこうマークがついていてですね、かなり凝ったコップに、なってるなと思いましたね。で、使用人の方のね、作法もしっかりしていて、相手の右側にからそのジュースをちゃんと注ぐよっていうところですね。そういうなんかこうマナーがちゃんとこう出来上がっているから、主が出てきた時にですね、主が座るであろうところにですね、こっち側から回り込んでですね、座ったらコップと置いて、スッとこうね、ジュースを注ぐという、そういう部分でしたね。それから、ここですね、コップをこう回して揺らすっていうのをやっていたんで、あの香りを楽しむ文化も結構あるのかなと、思いましたね。はい、まあそんなに詳しくはないんですけど、ワインとかやったらこうやってね揺らしてですね香りを楽しむっていうのがあると思うんですけど、このコップの、仕組み的にはですね、そのワイングラスとはちょっと変わったね、違う形をしていますよね。はい、何かの権力的なものなのか、もしかしたら歴史上の、ものとしてそういうなんかモチーフになるものがあるのかもしれませんね。まあワイングラスやったらこうね、液体を入れる部分がすごく丸くなっていて、でそこの方にワインを入れることによってですね、ワインからこう出てきた香りが、グラスの中に閉じ込められてですね、香りを楽しむっていうものがあるんですけど、このまあ形状はそんなことはなくてですね、こうやって見るとですね、はい、ワインだったらこう底の方にワインをこう溜めることによって、ワインの香りがねコップの中にねこう結構充満して、まあ、揺らしながらこう香りを楽しむことができるんですけど、そういうことではないので、ちゃんとこうコップ一杯までね、結構上の方まで、まあ、ドリンクが注がれてるってね、つまりドリンクを直接ね、嗅ぐことによって香りを楽しむってね、多分そのために傘が高くなってるんでしょうね、きっとね。はい、そんな感じのコップなのかなと思ってみると面白いですね。香りを楽しむ文化がありそうです。それはこのテーブルに果物が置かれているのもそうだと思うんですよね。おそらくはあの香りを、楽しむためのものとして、置いてるんじゃないかなというふうに思ったりしました。まあこういうとこを拾っていく分でもね、結構面白いかなと思いましたね。はい、そしてまあなんといってもね、エリスとの出会いですよね。まあここが今回のメインですね。はい、個人的にはですね、なかなかこう衝撃的なキャラクターでね、自分はちょっと面食らった部分が、ありましたね。これは意味も悪い意味も含めてっていうことなんですけど、まあ苛烈と乱暴っていうんですかね、ちょっと高慢なタイプなんかなと思ったらですね、結構殴ってくるしね、殴り返したらですね、もう怒り狂うしですね、もうすごかったですね。はい、凶暴っていうよりも狂犬みたいな、そういう、キャラクターになったんだなというふうに、思いました。しかもですね、なんか怒鳴り散らしたっていうところまでやったらまだわかるんですけどね、結構ちゃんと殴り慣れてるんですよね。あのちゃんと体重を乗ったパンチをね繰り出すことができているので、これはこの子はどういうことなんだろうっていう意味でのね、面の喰らい方はありました。もちろんその後のフィリップとのね会話とかが、あったはあったんですけど、まだなんでこんな状態のね、キャラクターなのかっていうのがね、わからないんですよね。あんまりこうここまでのね狂犬的なキャラクターのその理由付けなしに出てこられると、あんまりちょっと自分の中ではね、イメージがつかなかったね。どういうキャラクターなんだろうって思ってる時にですね、思ってる間にですね、もうね危機的な状況に陥ってですね、もうボコボコにされてるわけなんですよね。信じられないぐらいボコボコにされてるわけですよ。だからちょっと戸惑っちゃうわけですよね。はい、そんな感じですね。まあ本人はね、年下に舐められたら我慢できないと言ってたんですけどね、大人に対してもですね、普通にこう喧嘩を打っていくスタイルっていうことになってるので、なかなか武闘派の、キャラクターではある。でもですね、
まあ、ルディをね、ボコっていた、ね、女の子ではあるんやけど、突然こうね、危機的な状況で、今度は大人にボコボコにされてるっていうね、表現をするとですね、やっぱりどんな子かよくわからんままにものすごいかわいそうな目に、遭っているっていうのは、心苦しさを、感じる様子だなっていうふうには思いましたね。はい。演出的な課題もあったんじゃないかと、自分はちょっとね、思いましたね。はい。とはいえ、まあ、ルディがこう、手綱を引きながらですね、ちゃんとコントロールしていくっていう流れっていう意味はですね、普通はですね、なんというか、流れはできた、よかったんですけど、普通なら、その、なんで、言ったらこうね、暴力的になってしまっているのかっていうところが、もしくは本人と、こういう部分だから言うことを聞かせるのよ、こういう部分だから怒るのよみたいな意見をぶつけ合うっていう、ことをね、全くせずに、しかも普通それができないんやったら、なんで今、こういう状態なのかってね、エリスはなんでこういう状態なのかっていうのを、まあ、お父さんから聞くっていうね、そういったまあ物語の組み立てのクッションもなくですね、殴って殴られてボコボコになってるっていう、そういう形になってきたので、やはりこの辺に関しては、結構なんかこうシナリオとして見るんやとすると、段階がね若干飛んでる感じがね、思われましたね。そういう部分はですね、 4話までとはねだいぶ違うと思うんですよね。はい。じゃあまあ何も書かれなかったのかっていうと、そういうことではなくて、まあ少なくとも今回においてはですね、理解には及ばなかったんですけど、ルディとの関係性っていうものはできた回だったのかなと、そんな感じのことを思いましたね。だからね、ルディも最後に言ってるんですよね、何かで好感度が上がったのかなって言ってましたね。つまりね、理解はできてないわけですね。関係性はちょっとできましたね。はい。うまくこうね、ルディがね、手綱を引いてくれたらいいんですけど、どうなんでしょうか。っていうところが、エリスだったんじゃないかと、思いましたね。あとですね、まあ、今回の、雰囲気で言うとですね、まあ、前世の声とね、現在のルディがね、だいぶこう混ざってきたなというふうに思って、ところどころですね、うん、なんていうかこう、前世の男の喋り方っていうかね、ニュアンスになっていたり、逆に前世の男の声がですね、今のルディの喋り方やリアクションに近くなっていったりっていうところがあったので、ルディが成長していくとともにですね、その穴がこう埋まっていくのかなと思ったりはしましたね。はい。で、まあ個人的にはこの前世の声のなんか、バランスもすごくいいし、その前世の声がですね、喋ってる内容も結構いい感じになってきたなと、思ってはいますね。特に冒頭の馬車のシーンで自分は良かったんですけど、結構この作品は性的なね、話とか描写とかがあったりはするんだけど、まあ、ルディに関してはですね、ギレールに話しかけるときにね、すごく、まあ、ちょっと気合を入れてから話しかけるっていうのがね、あったりだとか、結構いろんな、部分でですね、まあ、若干こう、いやらしい目的なね、言葉を、まあ、心の声で喋っている部分ではあるんですけど、でもまあギレールに関してはですね、筋肉の方に注目するっていうね、そういうところですよね。なんていうか内心的な描き分けっていうのがねされていたんじゃないかと、ちょっと思ったりはしましたね。他にもまあ、ところどころね、うん、なんか変に混ざってる部分もあったりするんですけどね。はい。まあ神に祈るシーンですよね。はい。これは果たしてね、本当に神に祈ってるのかはよくわからないんですけどね。はい。神に祈っているのか、まあ、ロキシーに祈っているのか、ロキシーのパンツに対して祈っているのか、ちょっとね、わからない部分かなというふうには思いましたが、そんな感じでね、若干こう、混ざってきてる。現在のルディと、前世の男がね、混ざってきてる感じね、してますよね。はい。まあ、お金じゃね、出れば買えないんだよって言ってしまったりっていうところですね。で、その混ざり具合がちょうど良かって、まあ今回のこれですよね。まあ、死ぬかもしれなかったね。そういった戦いを、まあ体験したっていうところでですね、結構こうショックを受けてる、描写。これはもう現代を含めても、前世を含めてもショックを受けてるっていう描写のね、混ざり合い具合がね、すごい良かったなと思いましたね。次ですね。まあ、戦闘描写がすごかったっていうところとね、まあ、主にギレールの話にはなります。ギレール自身はね、すごくこう、素直でね、キュートな人だなと僕は思ったんですけど、皆さんどうでしょうね。はい。まあ、パウロのね、おちゃらけたね、手紙もですね、あの手紙の内容を聞いてですね、愛されてるんだなってね、言われてね、まあまあ、お前のためだよって愛してるっていうね、そういう表現があったから、そのまま受け取ってね、いますよね。はい。それに対して、この顔であるっていうね。そういうところであるんですけど、
そんなわけですごくね、なんか素直でイレーヌさんをね、なんかこう可愛らしい人だなと思ったんですけど、まあ後半のね、もう戦闘における圧倒的な強さね、これ良かったですね。はい。まあ僕はあんまりアクション描写とかに関してはですね、あんまりこう気にしない、タイプではあるのでね、そんな話せることはないんですけど、まあストーリーとしても良かったですよね。そもそも今回は土を操作する系の魔法が大活躍っていう、そういうストーリーだったと思います。はい。まあ、土を操作して、牢屋から抜け出すっていう描写。で、土に関しては炎とか、風魔法とかと違ってですね、直接こう、土にね、触って干渉するっていうところですね。はい。ないところから何かをこう生成することはできないね。その代わりですね、実体がこうある分ですね、影響力は高そうな感じがしますよね。応用力もありそうです。特に今回はですね、土魔法の応用力をね、びっくりしましたね。つまりですね、時間差による発動とかですね、材質による変化とかいうのがね、できるみたいですね。ルディが壁に手を当てながらですね、なんか光が二重に出ていたりしたのでね。そんなわけで、形状を規定して、その後、まあ、煙幕みたいに使ったりとかですね、いろんなことができるんだというふうに思いました。これはなかなか土魔法便利ですよね。で、まあ、土魔法が便利であることはね、一応こう前回のね、パウロとの戦いの時でも使った描写ですよね。足止めをして、炎で決めるってね、勝ったって言ってしまったんでね、あ、これダメやんってね、思ったんですけど。そうなんですね。土魔法の凄さも分かったんですけど、それよりもやっぱり今回ね、注目したいのはね、剣技の強さですよね。この、なんかこう、いわゆる、言ったらこう人さらい B ですよこの人人さらい B なんだけど、扉をね防いでいたねルディの魔法も吹き飛ばしたぐらいのね力を持っているってね、やはりこの世界において剣技はめちゃくちゃ強いことがね分かりますよね。まあパウロが言っていた通りでしたね。はい。無栄翔のルディだからここまで戦えてはいますけど、栄翔が本当に必要なんやとすると、確かに普通のまともな戦闘においてですね、まあ剣士に勝つことはできなさそうな感じが、してきますよね。はい。まあ花火をね打ち上げてからはですね、まあすごい勢いでギレーヌさんがね飛んできてくれたんですけどね。でこれも多分そうですよね、剣の部分だけを砕く、そういう魔法だと思いますね。そしてこの速さですよ。なんていうかね、文字通り次元の違う強さっていうんでしょうかね。全てがボーンってなってますからね。これ風魔法とかじゃないですからね。そういう風を起こす魔法じゃなくて、副次的にソニックブーム的なものが、生まれてるっていうことで、実はめちゃくちゃ強いよ、剣士っていう、部分だと思いますね。はい。近くにいただけで耳にね、ダメージが残っているっていうところですよね。これはその死を身近にね、経験して狼狽してるルディとですね、ちょうどこう心境がですね、シンクロしていて、よかったと思いましたね。はい。そしてこのエリスですよね。こんな笑顔のエリスは初めて見たんですよね。この部分からもやっぱりこう、まあ普通にこうギレーヌのことをね、信用してるっていうことがね、よくわかりましたね。で、それに対してですね、やっぱフィリップさんに関してはちょっとなんかこう課題がある気はしましたよね。はい。もちろん娘のことを大事に思ってることはねよく分かったんですけれども、まあ少なくともね、なんかあまりにもこうルディに対して説明してないエリスの内容に関してもね、まあルディを試していた部分はあるとは思ういえですね、おそらくはちょっとあんまりこう考え足らずやったり、信頼関係の構築うまくいってない感じがありますよね。愛情はあるみたいなんですけどね、ちゃんとね、はい、何でも協力するよってね、言っていたんですけどね。まあそれでもエリスがあんな状態にね、少しわがままであるって評していましたけどね、多分一部の人間にしか懐かないって言っていて、今お父さんともあんまりいい関係じゃなさそうな感じしますよね。はい。でまあなんていうかね、この大声でね、わめくみたいなね、そういう表現とですね、まあ、感触持ちっていうんでしょうかね。ああいう感じはね、どこから来たんだろうってちょっと気にはなってきますよね。まあ、言ってエリスってお嬢様ではあるんですけど、暴力的なこともするし、でもですね、大声で怒鳴ったりもするんですよ、感触を持ってね。
これ結構珍しいパターンなのかなとちょっと思いまして、まあ皆さんもですね、まあ小さかった頃のことをちょっとね、思い出してですね、まあ近所にね、住んでいたお金持ちでね、高飛車なお嬢様の幼馴染のことをね、まあ何人かこう思い返していただければと、思うんですけどね、まあ大きな声で癇癪を起こすっていうのはあるかもしれませんし、まあ、はたまたこう、結構こう、拳に訴えてね、暴力を振るってくる、お嬢様っていうのもいるのかもしれないんですけど、まあ、大声とですね、暴力がですね、両方こう共存してるっていうのは結構珍しいというか、なんか子供の育ち方としてはね、レアケースじゃないかなと、自分は思ったりしてるんですけどね、どうでしょうか。このあたりはまあ、ご意見分かれる部分かなっていうふうには思いますけど、まあ、一般的に言って、大きな声で威嚇するっていうところとですね、殴られる覚悟も殴る覚悟もしっかりしてるっていう部分ってあんまり共存しないことが多いんですよね。ことわざにおいてもですね、まあ、本当にね、噛んでくる、まあ、噛む犬はですね、本気で噛む犬は、牙を見せないとかですね、まあ自分がね戦う力がない犬ほどよく吠えるとか、そういった言葉座が結構あったりはするんですけどね、これを両方持っているのは何でなんだろう、暴力的なね拳で語る部分に関してはギレーヌの影響かなとは思うんですけど、じゃあ大きな声を出したり、癇癪を起こしたりするっていうのはどういうところから来てるんだろうっていうところでは、自分はこうあんまりこう親子関係うまくいっていないのかな、母はそういえばどうしたんだろうね、ピンチの時に呼ぶのはね、おじいさんなんだなってね、ギレーヌなんだなってね、そういう部分ですよね、この辺が、おそらくは今後書かれる部分なのかなと思いましたね。はい、そしてですね、パウロの見立ては結構正しいんじゃないかっていうね、話なんですけど、これはですね、パウロがルディのことを思ってそうしてくれたっていうのとはちょっと違うとは思うんですけど、手紙に書かれていたようにですね、お前はちょっと依存がね、傾向にあるからね、それは良くないと思ったからね、こうしたんだよっていうそういう説明がありましたが、これはねやっぱりね、パウロがの見立ては正しいんじゃないかと思って、これはなんていうかこう女性にやはりパウロはねすごくモテるわけですよ、で、モテてるっていうことはなんていうかね、その単純にモテるっていうよりはその後の関係が続くようなこうモテ方をしてるわけなんですよ。これって、ちゃんとね、女の人たち複数をですね、上手に距離を取ったりとかですね、それこそにさっき言ったような依存関係ですよね。自分が依存したり、依存されたり、しないそういった関係になってるんじゃないかなと、自分は思いましたね。はい、少なくともね、パウロはなんか女性に依存されることはあっても自分が依存することはなさそうな気がするんですよね。すごくね、そんな感じのね気配を、自分は感じていますが、とはいえまあ大勢のね女性に粉をかけるに関してはですね、やっぱりテクニックっていうものが必要やったりね、あとはねすごく非常にね豆さとか内面の読み取りとかがね、必要になってきますので、このあたりはそのやっぱりこう貴族としての教育も受けつつ、小さい頃からいろんな体験を、してきたパウロやからこそね、感覚なのかなというふうに思いましたので、なんか作中のキャラクターの中では一番、そういう点をね見極めるっていうことでは信頼できる意見なのかと思いましたね。まあもちろんじゃあ依存的なものがダメかっていうとそんなこともあんまりなくて、別にシルフィーと仲良くやってですね、二人ともそのね将来的にね大人になって結婚してまあ添い遂げるっていう点ではね多分ね間違ってないとは思うんですよね。そこまで依存がダメかっていうとそんなことはないと思うんですが、むしろこの世界においては結構正しいタクでもあるかなと、思うんですね。でそれがやっぱり良くないと判断できたのは、パウロの、自分自身の経験ですよね。道場飛び出したりね、多分貴族としての、暮らしも捨ててきたんだと思うんですが、そういったパウロが経験したからこそ、これは良くないって判断できた、で、判断できてる判断材料としてはやっぱルーデウスが、ロキシーのこともあって、まあ、学校つまり広い世界に興味を見えてきたからっていうね、そういう部分でねつながってきたんで、やっぱりパウロだからこそ見えていたものがあってですね、だからこそ判断ができたっていうね、そういう部分だとは思います。だからまあこれはね後付けの可能性もだいぶ高いとは思ってるんですが、たとえ理由が後付けであってもですね、めちゃくちゃ的を置いた意見であると思って、これは、ゼニスとかにはね出せない判断だったんじゃないかというふうに思いましたね。はい、
若干まあパウロのことをね、褒めるように言ったんですけど、まあそれはパウロの高い能力なのかなって思ってですね、じゃあパウロに別になんかこう問題ないのかっていうとね、これ結構問題自体はねあってね、たとえそうだと判断してもですね、まあ普通は容赦なく息子をね、頭から殴りつけて気絶させてですね、5年間のですね、まあ強制的な家庭教師生活をね、させるってことがね、まあ普通できるかっていうと、これはね、文化的なものが多少あったとしてもね、人情が邪魔する部分なんですよね。はい、そういう意味でですね、あ、いいやろってね、やってしまえるパウロは、まあそういう意味では相当やばいやつだなとね、自分は思ったし、ルディ側の視点で見て、あの野郎って思うのは間違いじゃないってね、間違いなくこいつってね、なる、そういう流れかなというふうに、自分は思いましたね。はい、とはいえ見立てはね、合ってたというふうに思いますし、パウロだからそこがね、分かったんじゃないかと、は思いました。そしてですね、まあ、今回の、話にはではあるんですけど、今回やっぱりね、ようやくというか、ようやく原作のあるものをアニメにすることの難しさがね、ようやく尻尾を出してくれたというかね、これ普通ならね、もっと早い段階で出てくるはずなんですけど、つまりですね、なんていうか、今回の話って、まあ、アニメ的なね、完結というか区切りを考えると、やはりお屋敷に入って、そしてですね、まあお嬢様とのね、理解まではいかないけど、関係までは行くってね、そういうところまで、行くっていう流れに作りたかったから、最後の花火のね、シーン、そして剣技まではね、やりたかったんだなというふうに思うんですが、その分ですね、展開がやっぱり早いわけですよ。うん。で、まあ、例えば、まあ、計画を作ったのはね、ルディやったんですけどね、あまりにもちょっとね、唐突な計画やったし、あと、まあ、その責任の一端はあるにしろ、最後にルディが自分の内心でね、結局俺のね、責任もあるし、みたいにちょっと添えたぐらいになっているので、まあ、ルディの責任に関する描写はね、やっぱ少なめやと。で、他にも、使用人があんなことをした意図を想像はできるんやけど、使用人が何をしていたかに関しては今後明かされるかもしれませんね。言ってもらいたいところがあるみたいなことを言っていたりはするんですけど、でもなぜね、使用人が動くことにしたのかっていうためのね、動機の部分においてはやっぱりちょっとね、書かれてるためのですね、そのステップがね、飛んでた感じはありますね。エリスやフィリップの描写に関しても、なぜこうなったかっていう前にですね、もうイベントがね、結構発生してしまっているので、ね、僕が冒頭に言ったようにですね、エリスがもう、ルディをボコしたら次のシーンではボコされてるっていうところが、やはりちょっと困惑する部分かなというふうには思いました。で、これはシナリオ上ね、多分尺の問題とかがあって、まあ描写が少なくなってきたところは仕方ないっていうね、そういう取捨選択の問題じゃないかなというふうには思って、しかもただこう4話までと違って完結性が低かったわけですね。そんなわけでですね、つまりまあ6話から以降でですね、どんどん書いていけるっていう余地はね、残したままですね、むしろまあ書くべきものがいっぱい、残っているので、楽しみではあるという、そういう部分かなというふうに、思いました。はい、この辺はね、難しいなというふうに思ったところです。そしてですね、まあ言ったようにですね、こっから5年間で、ね、起こることが、楽しみだなと、そういう部分で、ありますね。今までは言ったらこう話としてはね、結構完結していたわけですね。そこがやっぱりこうここからのショーのね、テイストの違いだなというふうに思いました。まあそうですね、まあそういったところでのこうシナリオとしての落とし込み、アニメ1本分の尺っていうところでは、課題はあったんですけど、まあじゃあですね、それにおいてこう出てきた、つまりエリスがどういう存在なのかっていう部分とですね、あとまあこの尺のね、短さとかですね、1話自体のね、完結性がどうなのかっていうところに関してですね、まあアニメがですね、まあプロットを書く上でなんかアニメがどういう仕事をしたのかっていうのを自分なりにこう妄想してみたんでね、そのことを2つほどね、話をしてみたいと思いますね。時間大丈夫かな？はい。まあちょっとね、お茶を飲みますね。前回ちょっとね、喉が枯れてるけど大丈夫ってね、心配されてね。確かにこう喋り続けるとね、喉って枯れますからね。はい。まあ皆さんもね、ちょっとね、まだちょっと喋ると思うんでね。はい。皆さんもちょっとお家のメイドさんに言って、紅茶でも入れてもらってですね、紅茶でも飲みながら聞いていただけると、ありがたいなと思いますが、ちょっとね、行ってみましょうか。まずですね、エリス・ボレアス・グレイラットさん、の話を、したいなというふうに思います。
これはまあね、冒頭にね、言ったようにですね、父親との関係がね、やはりちょっと課題を、持っているっていう感じですね。特に大きいのは、まあ、この手を払ったシーンじゃないでしょうかね。ただまあこれに関してはですね、信頼ができていないっていう風にも取れるし、逆に言うとですね、まあエリス自身のですね、自立心を表しているとも取ることはできると思いましたね。結局ですね、一人で歩いて、まあ先頭に立って歩いて屋敷まで戻ってきたわけですよ。このあたりやっぱりちょっとね、自立心みたいなのね、自分は感じますね。はい。変に手を出そう、手をか、なんて、貸そうとしないギレーヌもね、いい感じだなと思いましたのでね。はい。他にもまあ、人物像的にはね、結構わかるんですよね。まあ、何よりギレーヌのね、存在があったっていうところもあってですね、まあ、助けを呼ぶときはまずギレーヌを呼ぶとかですね、ね、殴り返されたらですね、屈服させなければいけないとかですね、このルディのね、飛距離すごかったですからね。はい。そしてですね、まあ、たとえこう屈服させることができなくてですね、まあ、言ったらこう完全にこう敗北してしまったとしてもですね、心は折れないわけですよね。ね、たとえ歯が折られても、もう絶対にこう、心までは屈服していない感じ。この強さはすごいなと思いましたね。単純にすごいなと思ったし、このなんか誇り高さみたいなのはどこから来るんだろうと、ちょっと興味を持ちましたね。はい。そしてですね、なんやかんやあってですね、やはりこう痛い目も見ているのでですね、ルディに従うっていうそういう流れにはなるわけですよね。はい。なんやかんや言ってね、すごく痛い目をね、かなり見てですね、それで必要に駆られてですね、言うことを聞く流れっていうのはね、ある意味こうね、犬のしつけにね、ちょっと近い、感じだなというふうに、思いますんでね。だから、まあ、体罰的な意味で言うとですね、まあ、現代の価値観とは若干そぐわない、そういう描写のされ方になってはしまったかなと思いますね。なんていうかこう、エリスの過去に関してのね、深掘りがなかったから、なおの頃と、その印象が強かったかなと思いましたね。なんで、僕的にもこう、印象としてはね、やはりそういうね、描写が多かったんですよね。本当にエリスのことを知る前にここまで、むちゃくちゃに殴られてしまっているっていう状態になったんでね、ここはちょっとね、まあ、ショッキングな内容だったと思いますが、ただ、まあ、これはエリスに対してのね、まあ、ルディの所業も結構こうね、スパルタ的な感じではあったんですけど、そこをなんかルディを責めるというよりは、やっぱりエリスがこういう状態になってしまったっていうね、今まで周りの大人は何を思っていたんだろうっていうところが、の方が注目すべきところかなと思いましたね。そしてですね、そんなエリスなんですけどね、この約束守ると決めてからのね、エリスのね、不器用にこう約束に縛られてる感じもね、これもなんか犬的な感じでしますよね。はい。さらわれた時にね、まあ、助けをね、大きな声を出そうと思ったんやけど、そういえば大きな声出さないって約束しているからですね、口を閉じるっていうところですよね。はい。これね、口閉じてからこう、刃をさっとこう見せられているので、まあ、脅されたから黙ったわけではなくですね、約束してるから黙ったっていうね、感情を起こりもしますよね。なんでか、抵抗したらね、攻撃されるよっていうことやったらですね、抵抗しなきゃいいんですけどね、体はね、ジタバタしてるんですよ。抵抗はしてるんですよね。でも声は出していないってね、不思議な状態になってしまってるんですけど、ここがなんか若干こう、子供らしさというかね、意地らしさというかね、そういうこうね、不器用な約束を守る女の子のね、感じがあってね、ちょっと可愛いなと自分は思いました。で、最後までですね、もう戻ってきたからね、喋ってもいいわよねって確認するところとかですね、やはりなんていうかこう不器用なところというかね、融通が効かない部分はあるんやけど、ちゃんと約束に対してね、こだわりを持っているところ、いいなとね、思いましたね。はい。そしてですね、まあ最終的なこのやり取りですよね、エリスでいいって言いましたよね。いや、ここもね、良かったですね。はい。エリス様じゃなくてエリスでいいわって言って認めたっていう、そういう流れ ではありました。まあ、エリスが何を思ったかっていうのは、ルディには分からないですし、これは魔法に対する興味っていう意味の、つながりは多分ね、動機づけとしてはありやと思うんですけど、でもエリスがどういう事情を抱えていたかは分からない。でも分からないけど、少なくともルディとエリスの間の関係、っていうものは成り立ったっていうね、そういう部分が美しいと思いましたね。そしてエリス様じゃなくてね、エリスだけでいい、エリスでいいよって言ったのって、
これは、多分エリスが一番信頼を、置いているですね、ギレーヌと、ルディの一番ね、この今回の冒頭の会話なんですよね。ギレーヌさんって言った時に、ギレーヌでいいってね、言いましたからね。このあたりのつながりを考えると、なかなかこう綺麗なね、終わらせ方なんじゃないのってね、自分は思いました。はい。エリス関係は以上ですね。まあ、ここから何が、語れるかっていうところと、やはり、説明不足描写に関してはですね、アニメーションとかですね、演出的なところがですね、しっかり見せてくれているところが良、かったなと思いました。はい。そしてですね、アニメーション的なところ、つまりですね、まあ、展開がかなり早い。そういう部分ではあるんですが、今回ね、やたら窓が多いなって自分はね、思ったんですけど、皆さんどうですか？窓自体にね、なんかこう、意味のあるとか、なんかこう、何かを、暗示してるとか、なんかこう、哲学的なメッセージがとか、僕はちょっとよくわからないんですけど、今回やたら窓が多いなっていう風にね、見えていたんですけど、そういえばですね、今回窓が多く見えていた、それはおそらくいろんなものを暗示している。特にですね、ルディの後ろ側に窓が書かれているところが結構多かったんですが、これがまあ暗示しているものっていうのはいろいろあると思うんですが、それよりもやっぱり、あ、そういえば、今回やたら窓があるっていうよりは、1話から4話までに書かれたような、その外の景色全然映ってなくねってね、自分思ったんですよね。この開放的な景色っていうのは冒頭にあった麦畑ぐらいかなと。しかもこれもちょっとこう夕焼けでね、曇ってきてるんで開放感はないし、この直後にですね、ちゃんと、外にいるわけじゃなくてその中にね、馬車の中にいるっていうルディが映されてるんでね、開放感とかないわけなんですよね。はい。そんなわけでですね、あ、そういえばないわと思って、外が映ってるシーンは結構あるんですけどね、そういう場合であってもね、ちゃんと屋根がついてるわけですよね。はい。渡り廊下がついているわけです。空は青いんだけどついている。話をするシーンにおいてもですねすいません、ドアがですね、ある部屋の中であるっていうところとかですね、追いかけっこするシーンにおいてもですね、必ず屋根がですね、ついてるんですよ。開放感がねないんですよ。で、そう見たら、あ、確かに新しい町にね到着したのに、町の情景の景色どんなんやったかっていうとね、これですよね。全然開放感ないし全体像わからないわけなんですよ。普通って新しい町に到着したらその町の景色映すじゃないですか。どうですか？なのにそれがないっていう、部分ですね。そしてですね、窓がたくさん映された後はですね、まあ牢屋の中みたいなところに入ってですね、窓からの脱出っていう、そういう流れになってきます。で、それでもですね、窓を脱出できたのに、まだ開放感はないんですよ。夜なんですね。だから広いところを歩いているはずなのに、心細いからエリスがですね、後ろからスッてね、こうね、距離を詰めていくシーンとかがあるわけですね。この部分もちょっとね、不安な感じになってきてるってね、ところですね。そして夜の街を行きますが、夜の村を行きますが、結局ですね、開放的な、カットっていうのはほぼなくて、最後までほぼなくて、村の全体っていうのも無事帰ってきた時のですね、これなんですよね。はい。最後の方まで村の全体像、まあもう町ですね、ここはね、町の全体像が見えなかったっていうところはね、これは結構意図的な、部分があったんじゃないかなと、そんな感じのことを思いましたね。はい。そしてまあ最後のね、野外のシーンでですね、夜が明けるっていうところですね。ルディが、まあ日だまりに対して、エリスに認められて呼ばれて、日だまりに対して足を踏み入れて、今回の物語は終わる、ね、就職が決まったって言いましたからね。つまり、まあ就職がね、決まったってなってからようやくこう世界がちょっと開けたってね、そういうところですね。まあなんか例が正しいか分からないですけど、まあ就職先がねようやく決まってから、まあその自分の勤める会社周辺のうまい飯屋とか探す気になるっていうね、それぐらいに余裕が出てくるっていうね、そういうとこなのかなっていうふうに、思いましたのね。だから4話まであれだけ開放感になった無職転生のこの情景とかが全然書かれずに、めちゃくちゃ閉じた世界で書かれたんですよね。新しい街にね行ったにもかかわらず、すごい狭いように、ね、書かれていて、あ、そこが
1話とは、1話も家の中にいたんやけど、居心地の悪さみたいなのもね、あったので、そういう意味では、やっぱりこう、まだまだ見えへん部分があった。それは、ルディ自身のこう視野の狭さっていうかね、不安ゆえにですね、あまり広い部分をね、見れていなかったっていうね、そういう部分の感じかなと思って、まあ、シナリオがね、テンポよくするためにですね、ある意味1話完結としての、物語としてはですね、完結性が、低いものではあったんだと思うんですけど、こういったこうね、狭いところから外に出てまだ暗くて、だんだん明るく日が差してくる、最後は日だまりの方に自分から足を踏み入れる、そういう流れのね、演出としてはですね、見えない部分がたくさんあったっていうところもですね、なんとなくこう演出としてね、シナリオと一致してるなと、自分は感じましたね。そしてやっぱりこう、あ、じっくりやっていくなとね、これですよね。いや、めちゃくちゃじっくりやってますよね。あの、部屋の外のね、景色が見えるところまで1話かかってんですよね。で、敷地から外に出るところまでまた1話かかってんですよね。で、その後にですね、ちょっと人間関係がね、できたりだとかするのにまたね、1話かかってるわけなんですよね。で、そっからも広い世界出ていくんかっていうと、また家の中の話にね、戻ってですね、そういえば家の中のところですね、見えずに浮き足立ってた部分の、よりがここで詰まってくるって話で、1話かかる。そしてようやくね、まあ、地盤が固まったところでね、主人公が5話ね、新しい世界にね、出ていったのに、やたら暗い、やたら狭い、ね、閉鎖的である、ね、情報は見えない、ね、出てきた登場人物に関しての描写もあまりにも少ない、何なんだっていうところで、そこがちょっと光が差すところが5話ですね、丸々使ってやってるんですよね。これはじっくりやってるからすごいけど、これはこの展開のね、ゆっくりさは絶対合う合わないあるやろうなとね、自分は思いましたね。はい、自分は拾える要素がたくさんあってね、楽しいんですけど、皆さんの、ね、感想とかも教えていただければというふうに思いました。はい、それではコメントのね、返信なんかをしていきたいなというふうに思います。なかなかね、YouTube の方のね、コメントね、しきれない部分が、あってですね、こう、あんまりこう、やりとりをするとですね、僕の頭が混乱してですね、何がアニメで書かれて書かれてないかがわかんなくなっちゃうんでね、申し訳ありませんけどね、基本的にまあコメントをね、まとめて取り上げたいものを返していくということなんですが、ね、一応はね、目を通させていただいてですね、励みになっていますので、ありがとうございます。はい。で、展開やね、設定予想に関してもね、いろいろ教えてはいただくんですけど、まあ基本的にはね、ちゃんとした動画ではないので、アニメで見て思ったものをですね、妄想的なものを楽しんでいただければなというふうには思っています。そんなわけでですね、まあアニメ勢の、ね、方がですね、まあ気楽に妄想を言い合えるぐらいの、軽さでいいんじゃないかと思いましたね。はい。まあ言ったらこう、今回で言ったらね、フィリップの印象はどうだったかね。こいつはね、ちょっとやっぱり悪い印象があったなとか、いや、全然ね、エリス気遣ってるし、いいお父さんやとかですね。他にもまあ、パウロはですね、どこまで、ルディのことをね、意図してたんだろう、考えきってたんだろうってね、そういう部分だったりだとかですね。他にも、なんかこう、まあ、シルフィーってね、どんな女性に成長するのかなってね。実はこう、シルフィーをいじめていた子の中に、シルフィーのことがね、好きな子がいて、好きな子をいじめるパターンの子とかがいてですね、もうルディのことを忘れてしまってるっていうね、そういう流れもね、なくはないってね、まあないと思いますが。まあ他にも、例えばこう、アイシャとかやったら、なんか多分ね、リーダーのね、娘の方のアイシャは、お兄様は神様よみたいなことを聞いてですね、5歳まで、ね、育つんやと思うとですね、どんな子になるのかね、気になったりは、するなっていうふうにね、思うんですが、まあこういったところって、まあ原作で補足されてしまうと、まあ、考えがまあそこで止まってしまったりするので、個人的にはね、あんまりこう原作補足にいただいてもですね、あ、なるほど。でもまあ、アニメと原作は違う作品だよねって思いながらちょっとね軽く見てるとこがありますんで、ご了承いただければと思いますし、そういったねスタンスのねコメントに関してもできれば温かく見守っていただければというふうにね、思ったりはしています。はい。で、まあ、じゃあ、まあ、こう、アニメ勢を温かく見守ってっていうだけだったら、またそれはちょっとね、違うと思ってまして、まあ、言ってこう、こんなね、動画、こんなって言ってもあれなんですけどね、原作ファンで、見ていただいてる方っていうのは、やっぱりこの作品が好きで、アニメにおいてもね、より楽しみたいからね、来てくださってるわけですよ。
で、事情とかストーリーとかもある程度こう把握できてるわけですよ、原作ファンのわけだからね。そうじゃなかったらこんなわけのわからんやつの話をですね、本編の倍以上のね時間をねかけてね聞くなんてことはね、まあ、普通はないとね、思うんじゃないかなというふうに思いますので、まあアニメ勢としての意見に関してもね、あの批判的な意見もね全然ありだと思いますね。まあ、純粋な感想もね全然ありだと思いますが、そこはでも、少なくともね来て見ている人たちはですね、まあこの作品のことを一緒に楽しんでいきたいと思ってくださっている方だと思いますので、その点はまあ一応配慮してですね、例えば言葉を選んだりやとか前置きをしたりやとか、そういう部分で、楽しんでいってもらえたらですね、まあ新規ファン的にもですね、原作ファン的にもですね、双方のこう良いところとか気づきとかを交換し合えるように、なっていったら嬉しいなというふうに、思いました。まああくまでも理想論ではあるんですけど、理想のためにこうしてくださいのね、こうしてくださいの部分をね強く言いすぎるとこう、どうしたいっていうのがね見えなくなりがちなんですよね。はい、その話はいいですね。そんなわけでですね、まあ気楽にですね盛り上がっていけたらというふうに思います。で作者ツイッターのね話をね聞いたんですけど、これはまあ、 作者さんがツイッターでいろんな設定みたいな話もしてくれてるよっていうことをね、聞かれてるんですけど、まあ僕はちょっとそういった情報はアニメ本編以外の情報はね入れないようにしてるっていうところが、ありますので、自分的にはあんまり反応できませんが、気になる方はですねチェックしておくのね全然ありだというふうには思いました。一つは自分がアニメとね混ざって分からなくなってしまうっていうね、ところもありの、作者さんのツイッターっていうのは言ったらこう水物というかね、流れて消えていってしまうものだとは思ってますので、まあ自分はこう無職転生っていうアニメを見た人がですね5年後でも10年後でも、この動画にたどり着いたらその見た時のそのままの感想をね共有することが、できるような、動画にしていきたいなと思ってますんで、このまあその他の部分においてはですね、まあ言ったらタイムリーなね話とかですね、個人的なやり取りをしてはいるんですけど、本編の話をする時においてはそういった内容をね入れないようにしようかなというふうに思っています。で、逆に僕が、本編以外のね情報を入れずに喋ってるせいでですね、あんまりこうネタバレも怖いんで、ね、調べたりもしてないわけですよ。だからそういった例えば商品の情報やとか、ね、今 YouTube の方でねエンディングの PV がこう出てるとかね、なんかこうフルバージョンがあるとか、なんかそういった、ね、次回予告が解禁されたとかね、そういった情報に関しては好きにね、入れていただいたらというふうに思いますんで、ね、ネタバレにね、つながらない内容であれば問題ないかなと思いますんで、ね、そういった情報交換もね全然していただけたらと思いますが、僕は本編の話をするときは、触れませんので、ご了承いただければというふうに思いますね。はい、まあ、あくまで今の僕の意見でね変わるかもしれません。あとですね、動画時間に関してなんですけど、すいません、一応早めにこう感想を出したいっていう気持ちがあるのと、そういうふうにこうすぐに出すっていう習慣をついてないとね、自分ね やらなくなっちゃうと思うんでね、そんなわけで、まあ、アニメ見た直後の感想をねダラダラと喋ってるのでこんな長い時間になっちゃってますね。まとめて喋ろうと思ったら多分半分ぐらいの時間になると思うんですが、ここはちょっとねご了承いただければ嬉しいと思いますね。はい、そんな感じではあります。ラジオ感覚でね聞いていただけれたら嬉しいと思いますし、まあ、了承できねえっていう方はお怒りのコメントをいただければと思います。あと、リーダーに関するね、アニメ本編で見えるところの補足としてですねいただいたんで、こういうのすごい助かるんですよね。僕がそういうとこ調べないんでね、本編で保管できることを教えていただけると助かります。エンディングがね、グレイラットってねなっていたリーダーがね、だからちゃんとした奥さんになったんだなっていうところが、分かったのは良かったですね。はい、そんなわけでですね、まあ言ってパーロが言っていたねリーダーはいいだろって言っていたのは、もう奥さんだから、対等の立場なんだからリーダーを大事にすることは別に問題ないだろうっていう、そういう意見だったんだなって思うとですね、あ、やっぱりほんわかできる内容だなと思いましたね。他にも水差しの話とかも言われましたね。今まではリーダー側に水差しが置いてあったんやけど、パウロ側に置かれているのでね、水をねこう入れるっていう役割を、パウロが中心にねみんながやるようになったのかなっていうふうに思うと、リーダーの関係が変わったことが分かって、ここもねほんわかできたなっていうふうに思いました。はい、こういったね、拾える視点に関してはね、ありがたいので、また教えていただければというふうに思います。こうやっていくとですね、皆さんでこういろいろ共有できるのでね楽しくなっていくんじゃないかと思いましたね。はい、そんなわけですね、今回、無職転生の5話の話をだらっと、してみましたがいかがだったでしょうか。
まあ、今回もですね、やっぱりこう原作ありの、アニメとしての課題っていうのはやはりこうどの作品においてもあるんやけど、まあ、それに対してですね、まあ、スタッフが本当にしっかり仕事をするなっていう、ね、そういう部分だとは思いました。言って始まったばっかりではあるんですけど、そんな中でもですね、こんなキャラクターたちは何を秘めてるんだろうっていう部分だとか、まあアニメーションね、戦闘におけるね、バリバリのかっこよさっていうのを、見せつけてくれたっていうところでは、いい回だったんじゃないかなというふうに思いました。はい。そんなわけでね、皆さんの感想とかも教えていただければ幸いです。はい。それではですね、また次回ありましたらよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。遠山徹でした。